皆さん、こんにちは。本日はですね、私の、サロンメンバーの、お一人で、非常にこう活躍してて、輝いているメンバーをご紹介していくという、インタビュー動画になります。皆さん、よろしくお願いいたしよろましくお願いします。す。今日のね、メンバーさんは、四国の方でね、和モダンフランス菓子の方のお教室をやられています、徳本さと子さんをお呼びしております。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしたらね、さと子さん、ご自身で まず自己紹介の方お願いします。皆さん、こんにちは。徳島県で、お菓子の、フランス菓子のオンラインお菓子教室、アトリエスレーゾンというお菓子教室を運営しております、徳本さと子と申します。私はフランス菓子なんですけれども、徳島の素材を使って、いわゆる日本の和の素材をフランス菓子に取り入れた、お菓子をレッスンしております。ありがとうございます。和モダンフランス菓子ということでね、ちょっと、教室のサブタイトルみたいな形でお伝えしてるんですけど、和モダンフランス菓子ってどんなお菓子と聞かれたら、どんなふうにお答えするんでしょうか。私はもともと、ル・コルドン・ブルー神戸校というところで、ずっとフランス菓子を学んできたんです。だから、もともとはフランス菓子をベースにしているんですけれども、そこに日本の素材、例えば、徳島でしたら、幻の山茶っていう、お茶を育てていらっしゃる生産者さんの方がいらっしゃるので、そういうのをお菓子に取り入れたりとか、日本の味噌を取り入れたりとか、大葉を取り入れたり、そういう徳島で和の日本の素材などを作っていらっしゃる方の素材を自分がセレクトして、それをフランス菓子の中に入れ込んでいますので、いわゆる王道のザ・フランス菓子、トラディショナルなものじゃなくて、少し違った感じのフランス菓子が学べるっていうのが、皆さん喜んでいただいています。ありがとうございます。今聞いただけでもね、ちょっと変わった素材がいろいろとチャラチャラとか出てきましたけど、皆さんなんか人気の徳島の名産使ったフランス菓子っていうと、どれが人気とかってすでになんかあるんですか？そうですね。結構2月に干し柿を使ったクッキーサンド、バターのクッキーサンドっていうのを使ってるんですけれども、結構それは何度も皆さん作ってくださったりするし、先ほどお伝えした味噌を使ったケーキですね。そういうのもすごく気に入ってくださってます。すごいですよね。干し柿のバターサンドってなかなか想像がつかないような内容ですよね。そうですね。一つの提案として、こういうふうに身近にある素材を活かすんですよっていう一つの例としてお見せすることで、それぞれ皆さんが地元の産品ですね、そういうものに目を向けていただいて、じゃあ自分の地元ではどういうものがあって、どういうものに置き換えてアレンジできるんだろうっていうところもヒントになるかなっていうふうに考えています。そうですね。干し柿とかね、ピスタチオ、チェリーとかね、書かれてて、組み合わせもなかなか独特ですよね。そうですね。結構変わっているので面白いですって、こういう組み合わせ初めてですっておっしゃっていただける方が結構ね、多いです。それはやっぱりあれですか？コルドンブルーさんはね、お菓子のところでも有名な学校ですし、神戸校は今なくなっちゃったんでしたっけ？そうですね、フランスだけでしたっけ？大会話も確か閉鎖し今た。もうなくなっているんですよ。ですよ。そうするとなんかね、コルドンブルーの時に習った聖火理論みたいなのを習いたい人もなんか、さとこさんのところに行って習った方がいいよねってことになっちゃいますね。そうするとね。そうですね。もちろんその特産品を使ったものもお伝えしているんですけれども、やっぱりお菓子作りで今までやってきてすごく大事だなって思ったのが、理論の部分なんですね。何の部分？聖火理論です聖ね。火理論ですね。なので、私がお教えしているのはお菓子のプロになりたい方に向けて今お教えしてますので、やっぱり自分の地元で取れるものを使って同じように作りたいと思った時に、どうやってアレンジしていけばいいかとか、レシピ作りしていけばいいかってなった時に、やっぱり理論っていう土台が初めてそこで必要になってくるので、
やっぱりそうなった時に欠かせないなと思ったので、理論の方をしっかりお伝えするということをすごく大事にしています。なるほど。そうすると、主にまあプロ向けっていうことだと、まあ、理論も当然習うっていうことだと、まあ、自分との特産品を使って作ることを目指す人っていうと、それでなんかカフェとかで販売したい人とか、それを教室で教えたい人っていうイメージでいいんでしょうか？そうですね。もちろん、教室で教えたいという方も商用利用のコースになっておりますので、そのまま使ってはいただけるんですけれども、特にカフェとかで何か自分の地元のものを使って商品を開発したいとか、今お店をされているんだけれども、何か地元のものを使ってさらに商品を増やしたいとか、バリエーションを増やしたいっていう方であったりとかも、すごく参考になると思います。なるほどね。はい、ありがとうございます。そんな佐渡子さんなんですけど、お菓子作り歴って何年でしたっけ？実はもう長くて、はい。今年でですね、17年目、おお、素晴ら17し年目い。になります。はい。17年ね、なかなか一つのこと17年って大変ですよね。もうね、すごく飽きっぽい性格なんですけれども、なぜかお菓子作りだけはずっと続けてきてるんですね。はい。で、そんなに17年も続けるお菓子作りって、自分にとって何がそんなに好きなことになってるんだと思います？お菓子作りをやっている、ないしはレシピ開発なのか教えることなのか、どこが好きでお菓子作りが自分好きなんだなぁと思ってます？始めた時はね、初めもうフランス菓子の本を見て、この世界に入ったんですよ。こんなお菓子が作れるようになりたい。こんな素敵な宝石みたいなお菓子を作りたいと思って入ったので、初めはただ自分が上手くなりたいというか、すごく素敵なお菓子を作りたい、技術を磨きたいというところだったんですけれども、そこが喜びだったんですが、やっぱりお菓子教室を始めて、生徒さんたちに教えするうちに、やっぱりその生徒さんがこう成長していく様子というか、それを共にできるっていうのが、夢を叶えていくっていうことが皆さんそれぞれあって、そうでそすの夢ね。に向かってサポートしている過程で、そこを自分と一緒に共有できるっていうのが、すごくこうやりがいに今なっています。ああ、いいですね。はい。はい。私ね、まあ、コンサルもやっているんですけど、自分が自分でできることの喜びって、自分の喜びの域を出ないじゃないですか。自分が嬉しいそうだけなんです。そうなんです。だから。はだけい。ど、例えば私の場合で言うと生徒さん、まあ、特に私の場合には集客か経営とか売上とかその悩みを抱えている人たちが多くて、で、かつ、それができないと教室閉鎖になりますからね、続かそうないっですていうね。ことは。そうするとはい。夢が一個絶たれちゃうことになっちゃうから、そうならないように、まあ、経営上のアドバイス、集客上のアドバイスとかしてるんだけど、結局その時って二人三脚になるから、その人の夢に、まあ、私も乗っかって叶えるようにするってことは、受けた人数分の夢を一緒に共有するっていう仕事なので、はい。先生業ってそういう喜びが1じゃなくて10なのか100なのかとか、そういう感じになっていくからね、楽しいですよね、そういう意味ではそうね。ですね。本当にコンサル業と共通している部分がすごく大きいと思います。皆さんやっぱりその夢に向かって何とか叶えていきたいというところを、人数の分だけ一緒にこう共にできるっていう。で、それをやっぱり叶えた時って、相手の喜びがもう本当に自分の喜びになるというか、わかなんる。だろうね。これは自分が何かできた時とまた違う大きな喜びがあるんですよね。でもそれ違う。がすごく嬉しいです。もう見た時。はい。わかる。私も自分が売り上げ達成するより生徒さんが売り上げが達成できてる方が嬉しいもわかります。めっちゃわかります。ん。なんか、自分ってさ、自分である程度どうにかなっちゃうし、自分の方が簡単なんだよね。人にしてもらう方が大変なんだよね、結構ね。確かに、わかる、それはすごく、自分が思うように人ってなかなかこう、ね、動いていただけないっていうのはあるので、でもやっぱりそこをどうやって接していくかっていうところを工夫しながら一緒に共にこう乗り越えていくっていう、なんか大変な山を乗り越えていくっていうところが、
すごくこうね、乗り越えた時の達成感とか、見える景色が変ね。わったとか、いいですね。ですね。はい。はい。だからそれは教室業の人でもそうだし、商用利用だから、まあ自分の商品販売で売りたいとかいう人の一緒にレシピ開発的なことをやったりすると、やっぱ山を一緒に登った感があるって感じなんでしょ？多分。そうです、そうです。ね。今は、その学んでらっしゃる方が、まあ、1年間とか学んでいただいて、まあ、そこで、地元の、まあ、自分の、特産品などを使って、オリジナルのものを自分自身でレシピ作成して開発していただき、それをちゃんとお客様に届けるっていうところですね。しっかりともう販売できる、売れるあ、お菓子を開発していただいて、いいですね。売それるをお一菓緒子に響一きからがいい。考えていく。売れるお菓子です、私が作りたいの晴らは。しい。売れるお菓子を一緒に作ってあげたいなっていうのがあって、そのためには、ね、いろいろこうコンセプトから、論どうで。いうお客さんに何を届けていくのかから一緒に考えていって、ああ、嬉しいでじすゃあどういね。うお菓子があなたらしいお菓子ですかっていうのを、ちょっとこうヒアリングとかしていきながら、その人らしい納得のいくお菓子を開発して、お客様にちゃんと販売して届けるまでっていうのを今ゴールにしてサポートしているので、ああ、素晴らしい。ね、そこまでね、見てもらえると、要は、作り方とか成果理論ってどこでもある程度習えちゃうじゃないですか。だけど、多分なんですけど、その考え方、要は特に売れるっていうキーワードが入ってくると、マーケティング理論が入ってこないとダメだから、成果理論とマーケティングと両方教えてくれるってことですよね、コンセプトまで見るってことはね。そうですね。そのコンセプト設計とか、コンサル的なところまで私は専門的にはしてないので、まあ、そのずっともっと先ってなったら、それこそ高子先生に、言っていただけましたら、もう皆さんバッチリサポートしていただけるんですけど、ねえ。私はもうお菓子の一応ところまでっていうでのもで、ね、そこすごい大事。だって、売れる状態の風なストーリーがないと売れないですよ。基そう本、なんものっです。て。だから、その、お菓子が綺麗とかだけじゃ売れないんですよね。ある意味。やっぱその裏にある、まあそこの地域性とか、その人の思いとか、コンセプトがあって、そのお菓子ができてるようか語れないと、多分やっぱ売れないはずなんですよ。おそらくね。だからそこを一緒にやってくれるっていうのは、すごくね、そういう迷ってるような先生にはありがたいことなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。そうすると、まあお菓子は好きでやってました。自分はその宝石のようなって、まあフランスのそれを見たとき、いわゆる綺麗なお菓子ってこと？見栄えがいいっていう感じですか？それは。それはね、そうだったんです。本当にお菓子屋さんで、並んでいる、ちょっと高級なお店で並んわでいかるりようまなす。ものを目指してたんですけど、途中から私、フランスの地方に行く機会がありまして、地方を巡った時に、いわゆるパリで見たような、すごくこう、洗練された地域じゃなくて、もっとこう、素朴な、焼きっぱなしのような素材感が強いお菓子に出会ったんです。で、それですごく、その地元のものを使って、いいですそこのね。風土を生かしたお菓子っていうのにものすごく心惹かれて、それ以来、毎年そのフランスの地方を巡るっていうことをお菓子巡りやってたんですけれども、すごいマニアック、マニアック、毎年お菓子巡りすごいマニアック。ワインとかもれが飲ん今につながってきてるんですだ。あ、よね。絶対そうですね。ワインとかも飲んだりとか、飲んだくれながら回ったの？全然お酒とかあまり強くないんですけれども、でもお菓子に使うのめっちゃ好きなので、あ、そっか使そっいまか。すけど。そっかそっか。いろんな地方を回った時の経験値で、このお菓子面白かったとか、美味しかったとか、なんか思い出ってあるんですか？フランスの、西の方かな、西の方に、パリからずっと電車で西の方に、果ての方まで行くと、ブルターニュ地方っていうところがありまして、そこは、塩の産地なんですね。塩田とか、塩田っていうか、塩のこう有名なところで、土の中ではすごく珍しくて、塩気が効いた甘じょっぱいお菓子がいろいろあるんです。ああ、そうね。塩とね、甘さってさらに引き立てるからね。あんこ塩入ってないと甘く感じないですからね。そんな感じで、
で、それがね、すごく、現地で食べたのが、う結構こう、乳製品も美味しいから、乳製品の重みもガツンとあるし、粉の風味も強いし、そこに塩がガツンって効いている甘じょっぱいお菓子っていうのがものすごい印象に残って、あ、このお菓子ってあるんだっていう驚きがすごいありました。いいですね。まあそういういろんなとこね、毎年行ってたりとか、地方も行ったりとか、じゃあフランスかなり詳しい状態で、かつ、コルドンブルーも行っており、17年の歴史があり、聖火理論も教えるっていうとね、なんか、サドヤバリバリな先生な感じな経歴お持ちだと思うんですが、なんか私の印象だと、なんか結構、なんか、うっかり屋さんとかね、ちょっと面白い一面もあったりとかするんですけど、ご自身で自分の性格どうやって分析してます？いや、天然なんですよ。わかる、わかる。してないんですけれども、結構天然ですねっていう感じで言われちゃうんで、でも自分では何が天然なのかちょっとわあ、かそらう、ない。天然の人は天然って言われても、どこがどう天然なのかがよくわかんないっていう感じですもんね。でもなんかそこが、なんかこう、落ち着くというか、安心するっていうことは結構言われます。そうね、完璧すぎると人って寄ってけないからね。そうですね。ちょっとこうお茶目なところがあったりとかね。はい。この間うちのね、違うメンバーで、川田若葉さんっていう認定コンサルタントの一人のメンバー。彼女もお菓子もちろんやる人で、お酒もめっちゃ飲むから、お酒飲んでの話とかね、いろいろなんかそういうのを聞いたんだけど、お酒強そう、あ、そういうこと？とかって思いながら、聞いていて、はい、すごいね、個性が出てて面白いなっていうふうに思ったりとかね、してましたけどね。はい。なるほど。そうすると、そのお菓子をね、やっている歴の中で、これなんか失敗したよなとか、なんか残念だったなと思う経験とか、挫折的な経験とか、なんかそういうのはありますか？挫折ですか。今でこそ大丈夫なんですけれども、やっぱり、2021年だったかな？やっぱりコロナ禍がやってきたタイミングで、私は対面から完全にオンラインに移行したんですああ、よ。そうですね。やっぱりその時に、全然言ったらどこでもオンラインのやり方とか習ったわけでもないし、わからないところから自分で手探りでやっていたので、やっぱりオンラインで何をどう教えていいかっていうことがすごくわからなかったので、この教室で普通に対面レッスンでお教えしてたものをそのままお教えしたら、難しすぎて、生徒さんが、確かに難しすぎる。でそきれはな大いっ変だ。ていう。で、私は対面レッスンの時は全部ほとんど自分で差し替えのものとかも準備してたああ、ので、そうだよね。それで皆さんこうね、してあげられたんですけれども、何もこう手を出せないところで、どうやってこれオンラインでできるようにこうして差し上げたらいいんだろうっていうところがすごくね、どうしたらいいんだろうっていうのをすごく模索しました。やっぱ1年ぐらい結構大変で、できなくって途中で、失敗しちゃってやめちゃったりとかした方もいたし、はじめ、カメラを、スマホに取り付けて手元を写すっていうこと自体も皆さんカメラスタンド持ってなくって、手でこうやってやってる方とかいたんですね。そうですね、そうですね。で、何かに引っ掛けてなんかされたりとか皆さん工夫してたんですけれども、その頃はまだ一般的じゃなかったから皆さんにカメラスタンド買ってくださいねって言えなくって、何かしら引っ掛けるものとか準備して、できるようにしてからしてくださいっていうのは言ったけど、皆さんカメラスタンドを買ってくれなくって、なんかに引っ掛けてたら、泡立ててる時あ、わかに、る、わかる。パーンって落ちて、わかる、わこかのる。中にスマホが落ちてしまって、そのまま消えて連絡取れなくなったりとか。そうね。そのカメラスタンドより修理代の方がめっちゃ高いよね。そうなる。そうで、なんかその辺がやっぱりこう、なんとか、ね、こううまくできないかなっていうことで、なかなかうまくいかなかったりとかがあったので、でもだんだん徐々に、ちゃんとこれは準備してくださいねっていう準備をしっかり言うようにして、今はうまくいってます。結構だからあれですね。突き詰めてやっていく努力家さんでもあるし、やっぱある意味マニアなのかな。お菓子の先生の方がなんかマニア度が高い気がする。パンの先生より。
ああ、まあ、確かに言われてみたら、そうなんですね。なんとなくですけどね。まあ、多分、そうだな。まあ、成果理論とか、特にパンって生き物なんですよ。どっちかっていうと、まあ、私パンの先生やってたからなんですけど、酵母って、まあ、温度とか時間とかによって育ち具合が変わるじゃないですか。だから、出来たなりきに合わせて、こっち合わせていくみたいな感じだから、きっちりやってもきっちり育たないとき育たないんですよ。っていうわか。かります。だから、なんかアバウトにならざるを得ない。ここはしょうがないな、みたいな。諦めが効くけど。なんかお菓子って、もう数量きっちりやっていくと同じ成果が基本得られるじゃないですか。そうですだね。から、突き詰めたくなっちゃうし、マニアにもなるんだろうな、っていう感じはしてます。わかります。なんか私はやっぱりこう、そう突き詰めるところがあるので、むしろアバウトなものも取り入れた方がいいなと思って、それで今年から天然酵母、自家製の天然酵母にチャレンジしてまして、いいと酵思う。母って全然思うようになってくれいかない、いなかいんない、なですんよない、なんね。ない、なんない。なんか意味わからないっていうか。特に自家製はさ、もう言うこと聞かんでしょう、普通に。この前、バナナの酵母を仕込んだんですけど、2日でね、見たらカビがブワーって入ってて、わわわわわ、わかる。なんでっていうか、それもなんでなったかもわからないんですよ。ちゃんとしてたのになるっていう。で、そういうところがいっぱいあるので、もう全然自分の思い通りにならないというところが、もう今までなかった世界というか、お菓子には逆にないので、確かに幅広がりましたね。ここで自分の幅が広がったなって感じました。なんかこの大きくなっおおらた。かな気持おおちらかにでなるなるな苦る。すというか。そう、特に自家製酵母やるとおおらかにならざるを得ない。も思った通り全然いかなくって、なんかリンゴの酵母作るのに1ヶ月かかったんですね。毎日お世話して。でも、毎日いもちごそう。だと5日でできたんですよ。え、まあ。何これ？と思って。そうね、そうね。まあ、うちにもね、椿ルミ子さんとかね、自家製酵母いっぱいいろいろ教えてる先生いるけど、なんか柿の葉じゃない、松の葉とかなんか不思議なものから酵母をあの人起こすんだよね。いますもんね。そう、だから、まあ、酵母菌のね、いろんなお菓子か、起こし方っていうのはあるんだけど、私も天然酵母と言われる領域のものは教えてたけど、基本ドライから起こすタイプの方にしたからね、安定させたかったから、もう自家製は、やったけど安定しないなと思ったから、教えるのはやめるって思って、レッスンから復習してるんだけれども、いや、自分ではやっぱりやって、カビ生えさせたことありますよ。なんだっけな、レーズン簡単だって聞いてんの、レーズンですらカビをはやかしたことありましたよ。なぜ？レーズン簡単じゃないですよね。なんか全然私も簡単じゃないと思う。なぜ簡単と言われるこのレーズンでカビが生えるんだろうとかね、あとちょっと難しいラッケンジ酵母とかもね、育てて、それも1ヶ月後ぐらいにはカビが生えて死んだみたいな感じなんですけど、まあ何しろそういう雰囲気はあるのでね、気持ちはね、おおらかになりますよねっていう話です。そう、でも見えないものを想像して、素材と対話するっていうことは、すごくお菓子作りの、その特産品とか扱っていく上で、ものすごくそれの感覚が生きるというか、ああ、確かに、そうだよね。特産そうなん品とでかすね。よ。確かに。それは間違いないかも。だって、取れる収穫のや、あ、野菜は使わないのか。果物がメインか。果物。でも、何でも使いたいです。こう、いい素材見つけたらやってみたいなって思っているので。そうね。なんか、スイーツで、確か都内で、誰だっけな。誰かがやったお店で、野菜のスイーツで店舗ができてた人、なんだっけな、名前忘れありた。ましたね。ね。流行ったよね、一時期。ありまました。あ、あれは話題性がメインなんだけどね。だって野菜の栄養価なんて野菜で取った方がいいじゃないですか。スイーツにする必要ないじゃないですか。だけど、素材としてスイーツに野菜を使うっていうその考えが斬新だっていうことでマスコミも飛びついたし、みんな飛びついたしっていう、やっぱそういうちょっとね、奇抜なアイディアっていうのはやっぱりね、必要ですよね。ある意味ね。そういう話題性がね、やっぱり、大事なんだなっていうのは、すごく高子先生からも、そういう、ただ美味しいお菓子を作るとか、
じゃなくて、ちゃんとそれが、自分が届けたい人に対して、売れるお菓子を作っていくっていうことの大事さっていうのがすごく学ばせていただいたので、私も常にその視点で、やっぱり生徒さんのお菓子を見たりとか、今、できるようになっているので、よかったなっていうふうに思ってます。ああ、素晴らしい。そうですね。だから、確かね、ネーミング大事よって私最初に結構言ったはずなんだけど、はい、そうですよね。はい。ネーミングでそそられないと習う気にならないとかいつって言ってね。結構必死にね、考えてくれる。でも確かネーミング割と上手につけてきてくださってた印象はありますけど、どうでし そうた？ですか。いろいろ、雑誌とかいろんなものを見て、そういうタイトルの付け方であったりとか、見出しの付け方で、どういう言葉を使ってるかっていうのを結構私は、書き出したり、メモったりしてて、それそこからこうヒントを得たりとかいうふうにやってます。はい。そうですね。ちょっとだけ、ちらりとちょっと画面共有するけど、こんな感じで名前ついてますね。あ、はい、ありがとうございます。はい。定価理論は何を学べるかっていうテーマがあって、どれを作れるかっていうことでね、プレミアルミソソコラとかね、春ランマン、はい。いちごのふわふわネイキッドケーキとか言うと、なんかふわふわしてる感じがするし、これもネーミング、あは、和三盆糖とか、和三盆糖、ザクザククッキーシュ、もう見るからにザクザクしてる感じするしね。はい。すごいね、ネーミング上手だと思いますよ。キュンと酸っぱい、すだちとココナッツみたいな。なんかキュンですとかなんか流行った時期のあるみたいな感じ。はい。もうでも本当にキュンって酸っぱいんですよ、すだちって。キュンですとかね。あとは、まあ、でもなんかこういうのがありつつ、何が習えるかがしっかり書いてあるのでね。凝固剤、ゼラチン、アガー、寒天の成果理論って。まあ、これ夏に必須な内容ですよね。そうですね。今、どんどん、やっぱり生徒さんから日々いただく質問がありますので、それによって成果理論も常に、やっぱり変えてるんですよね。毎回、もっと実践的な内容に変えたりとか、いろんな実験を今組み込んで全部作り直したりしてるので、結構、去年よりはすごく充実してる、確かに内容になっております。これはとい。かも見た目めっちゃ綺麗よね。この7月のもうすぐ来るか。生そうクリーですね。ム理論の天空山茶香るふわもち米粉の絹ろ。なんかもうこれでもかっていうぐらいにいっぱい特徴が入っている。これは本当に先日ちょうどお茶の生産者さんにちょうど食べていただく機会があったので、お渡しできてよかったなと思ってます。ね。はい。素敵な見た目もね、やっぱり美しいし、このね、すだちとココナッツのタルト、味の想像がつかない。結構、すだちはなかなかね、徳島の特産品なんですけれども、出回ってなかったりとか、1個がものすごく県外だと高価だったりするんですけども、どっさり送ります。あっさはり、いいですね。そういう楽しみもね、ありますよね。い。はい。いい感じだと思います。まあ今ね、インタビューいろいろしてきて、多分皆さんね、分かってきたかと思いますけど、結構だから、徳本さと子先生はマニアックな感じなんですよ。そうですかね。ありがとうございます。な感じなんですよ。で、情熱家でもあるしね、なんかこういうふうに研究とか探究とかね、そういう意味で。で、レシピがね、多分ちょっといろいろと特殊っていうか、成果理論があるからこそレシピってね、作っていけると思うんですけれども、レシピ作りで特に大事にしてることとか、ポイント、自分なり気にポイントにしてることって何かあったら教えてもらっていいですか？今はですね、素材を主役にしてるので、この素材を使うって決めたら、やっぱりその素材をどうやって一番引き立てるのかっていうところを、マイナスで割と考えていくようにしてます。なるほどね。引き立てるのか。じゃあ、例えばさっきのマンゴーのシャルロットって書いてあったけど、マンゴーを先に決めるから、マンゴーが一番引き立つお菓子ってどういう作り方にするかって考えるっていう感じでいいのかな？そうですね。私自身のお菓子もそうですし、で、生徒さんが、この素材を使って何か開発したいってご相談いただいたときに、やっぱり、他の要素をいっぱい入れてしまうと、他の、マンゴーが主役って決めてるのに、他のものいっぱい入れたりすると、やっぱりマンゴーじゃなくなってしまうので、どうやってそれが一番こう引き立つかなって考えて、他の
加えるものであったり、生地とかを選んでいくっていう形にしているので、で、その中から、これはちょっといらないよねっていう手間は、やっぱり商用利用なので、なるべく効率的に作るっていうことを今一番重視しているので、走っても全然そこまで影響ないよねっていうところはもうどん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 引いていって、マイナスにしていって、最後にこれだけ必要だよねっていうところを残すっていうふうには。とにかく失敗しないし、簡単にできるっていうようなところ、素材を生かすっていうところを今は一番大事に考えてます。ああ、すごくね、いいと思います。そこ、普通にやっぱね、慣れてない人だと絶対考えられないところだし、私も企画ありきでレシピ作っていたので、まあ企画ありきっていうのは今回こういうふうな方向性のパンを作りたいよねっていうのがまあ企画なわけですよ。それはが、い。まあシュトレなのか何なのか別としてですよ。で、企画があって、じゃあ材料、私の場合は特産品じゃないから、じゃあ材料を何にするかっていうところで来て、で、当然その材料が最大限引き立ち、テーマになるように、素材の種類ですね。組み合わせ。変わった組み合わせの方が皆さん喜びますからね。これとそうこれ。ですよね、はい。多分なんか前に私のね、レシピ見したことあると思うけど。そうなんです。もう、たくぼ先生のセンスが抜群で、なんでこの素材にこんなものが合ってるんだろうっていう、なんか、その発想はどこから来るんだろうって思うような、すごく、これは惹かれるレシピだなって思いました。はい。ね、もう、今特に私教えてないから、はい、あげるよとか言って渡したんだけど、そう。で、その時の私の方向性っていうのは、その味を、これとこれ、一緒にしたらどうなんのってみんなが想像つかないやつを組み合わせたいんですよね、基本的に。だけど、美味しいみたいな感じ。そこ大事ですよね。はやつの方向性であったりとかして、で、それをベースにやっぱ組み立てていって、で、その内容に合う酵母をどれにするか決めるんですよね。い。その酵母が種類がね、すごく多いっていうのがまた、そう、だすかごら、い、そこに合うのっていうのが。フルーツの多いパンやるときには、やっぱ十勝の酵母っていうサクランボの酵母をやると、フルーティーなんでね、サクランボの酵母が甘い匂いがして。で、そうすると、そのサクランボの酵母を使いたいって言った瞬間に、粉どれにするとか、水の配合とか、どの水、どの塩、どれにするとかいうのを全部決めていくので、まあ、私もマニアだね。そういう意味で言うと。そうですね、もう絶対マニアックです。そう。なので、レシピ作りが超苦手な人と楽しい人とかいると思うけど、私も、パンとかやってるから、多分、さとこさんもベーカーズパーセントってわかるよね。ベーカーズパーセントを書いていくんですよ。今回こういうレシピにしようって言って。そうすると、その味を書きながら想像してるんです、私。もう想像がついてしまうんですね。パーセントを見ただけで、そうでだいす。たいこんな柔らかさになるとか。こんな味になる。この粉ならこういう味になるとか。で、はそい。の通りになってるかどうかを試作して、1センチだけ切って食べて答え合わせするの。1センチなんですか？ 真ん中1センチ、なるべく。で、これは何でかっていうと、全部食べると太るからです。確かにそうですよね。そうです。だから真ん中だけやって、で、あと割ったやつはお友達とかスポーツジムのね、人にあげたりとかっていう感じで、私は頭の中で想像した味と出来上がった味が正しいかっていう答え合わせをすることによって、その精度が上がっていくと、少なくとも私のレシピにおいては、書いていく段階でもう生地の味がわかるっていう感じ。で、そこまでいくと、なんかいいよ。自由自在だそうから。ですね。試作も短くて済みますよね。何回も何回もずっと試作っていうんじゃなくって、もうそこでもうほぼね、イメージ通りのものがパシッと決まってきたら早いですよね。早い。だから、その素材とか酵母とかどう組み合わせるのかは別にレッスンの中で別に普通に教えてたけど、まあみんながそうできるわけでもないので、一応方向性だけはね、伝えてたんだけれども、レシピ作りとね、得意な人と苦手な人っていると思うから、まあ、ぜひね、苦手な人は、成果理論も含めて、レシピ開発も一緒にしてくれてっていうね、さとこ先生のね、そのプロコースの方に行っていただくといいかなっていうふうに思いますね。多分今話してるだけで、うわ、やば、習いたいとかって思った人も結構いるんじゃないかと思うんですけどもね。はい。じゃあ今、プロコースってね、何度かお話出てますけれども、どんなプロコースで何を教えてくれて、誰に向かって作ったコースなんですか、それ。
これはもうお菓子のプロを目指す方ですね。例えば、カフェをこれからオープンしたいとか、現在も今オープンしている方であったりとか、あとは、今もう実際学ばれてるんですけれども、女性のパティシエのオーナーさんであったりとか、あとは、教える方であったり、マルシェで販売したい、お菓子の焼き菓子とかをネットショップで販売したい方とか、そういうお仕事にしたいという方が今来てくださっています。で、その人たちにどういう感じに教えてってる講座内、まあ、もちろんモダンフランス菓子って分かってるんですけど、どういうふうに講座が進んでいて、何ヶ月の講座なんですか？1年になってはいるんですけれども、もう、今年からですね、ちょっと成果理論を、今まで1年かけてこうお伝えしていたのを、もう今3ヶ月ぐらいで最初にガッとお伝えしてしまって、で、そこからもうすぐに自分の要件に合わせたレシピ開発っていうところに、その知識を活かして、習ったことを活かして入っていくっていうのをやってるんです。で、それを実際私と一から考えていって、商品として出せるレベルにちゃんとするっていうことで、習ったことをちゃんと使いこなせるようになってほしいなっていうので、早めに取り掛かっていただいています。で、あとの期間はさらにこうサポートしていく。その中でこう、お客様の反応とか見て、もっとこうした方がいいとかいうのがあったら、こう長い期間サポートできるので、もう早い段階から、半年で自分のレシピを開発して遅くても、お店に出せる、もう商品として出せるように、そこまで持っていくっていうので。素晴らしいですね。はいね。皆さんね、すぐに習って作って出したいでしょうからね。今まで教えた方で実際なんかいい感じに、やってっていう人もいるかもしれないし、途中の人もいるかもしれないですけど、なんか誰か一人エピソードがあれば。ね、先週かな、シフォンケーキの専門店をされている女性のオーナーさんが、名古屋の方にいらっしゃるんですけれども、1年間も学んでくださって、で、自分自身でもシフォンの可能性をもっと広げていきたい。シフォンケーキは売ってるんですけれども、もっといろんな形にして提供したいなっていうのをお伺いしてたので、じゃあ何かそれで開発しましょうっていうことになりまして、実際に名古屋にお店にサポートにこの前ちょうど行ってきました。で、ここは、おからを使う、まあ、体に優しいシフォンっていうことを、コンセプトにされていらっしゃるので、おからを使ったロールケーキの生地を使って、ハブキノリンゴって言って、長野の方から、そのリンゴをたくさん送ってくださるそうなので、そのリンゴをなんとか活用したい。で、活用したいけれども、前はアップルパイを作ってたんですが、バターとかの値段が高騰して、今アップルパイ1台作ると、ものすごい、言った原価が高くなっちゃうっていうこともあって、アップルパイじゃない、もっと違う可能性をちょっと探りたいっていうことだったので、じゃあ、ロールケーキにそれを巻こうっていう話になって、すごく大きな、こうね、美味しく煮たリンゴがあったので、それをですね、中に巻いて、おからのリンゴのロールケーキっていうのを作ったんですけど、そこに、さらに、リキュールをね、加えたんです。で、そのリキュールは、私が以前ちょっとお伝えしてたので、その方がちょっと試しに買ってみられてたものなんですけど、そのリキュールをプリンに入れて売ったら、すごく売れたそうなんですよ。そのプリンがよく売れたっていうことだったので、じゃあそのリキュールをきっとこれ絶対合うから中に入れましょうって言って、合わせたらすごいリンゴにも、そのおからの生地にもあったので、じゃあそれも入れてっていうことで、この前完成させました。おお、素晴らしい。販売はいつからなの？でもされてるかな、旦那様もちょうど召し上がっていただいたそうで、これは売れるなって、売れるねって言ってくださったっておっしゃってたので、売れるお菓子の伝道師、エヴァンジェリスト、徳本さん。売れるお菓子、スイーツナビゲーターを教えますみたいな感じですね。で、来月もう一回ね、ちゃんとできてるかどうかを見に行くというか、どんな風に、できてるかもチェックというか、一応行くので、もう一回ちょっとご指導させていただいたりするし、また来週はちょっとね、広島の方で、1年間以上学んでくださった方が、
初マルシェに出店されるんですね。で、ほう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 。初マルシェなんで応援に行こうと思って、来月は広島まで、お、行こうかなと思っいいてるでのすで、いろんなところに行きます。ね。いいですね。なんか、旅する料理人じゃないけど、お菓子の先生みたいな。ね、いいと思います。はい。そうすると、その気になるコースなんですけど、いつでも入れるんですか？募集時期とか決まってたりするんですか？これは募集時期が今のところ年4回になってまして、次の募集の直近なのが7月からのスタート制になります。なるほど。じゃあ、直近を狙いたい方は、今すぐお問い合わせを、概要欄、URL 載せてありますのでね。はい。そうですね。一応半年で最短、最長ですね。もっと早い方は早く開発できるんですけれども、普通に学んでいただいたら、冬の12月にはもう自分の商品というのを開発できて、店頭に並べることができますので、今理論を学んでくださってたら、もう秋には理論が入っている状態で、確かに。商品開発に入れますので、そこをしっかりサポートさせていただくので、もう12月の販売には間に合います。なるほど。例えばなんですけど、これってマンツーマン、グループレッスン、どっちでしたっけ？マンツーマンなので、もう完全にその人に合ったものをカスタマイズします。なるほど。じゃあ、ちょっと変な話。詰めて、もっと詰めて、自分も頑張って、日程開けるから、先生も開けてくれれば、みたいな要望を出して、もし日程が合えば、もっと詰まった日程でいけるの？大丈夫です。1年なんですけれども、例えばもう早く学びたいっていう方がいらっしゃいましたら、もう半年とかでさせていただくので、その人がちゃんと受けられるんだったら、全部日程を抑えていただいたら、もうぐっと縮めて、もうそこは相談でさけせるのていね。ただきます。オンラインも対面もどっちも選べるの？今はオンラインのみになってます。対面はやる予定はあるんですか？先では検討しているんですけど、今、今年の現時点ではまだオンラインのみですね。なるほどね。はい。じゃあね、そろそろ時間も終わりに近づいてきているので、じゃあ今回、このコースね、申し込む。申し込んだらいいなって思っている人に何かメッセージをいただければと思うんですけれど。ありがとうございます。やっぱりなかなか皆さん、を踏み出すのを躊躇されてる方が多いと思うんですけれども、やっぱり思い切って何かちょっとね、一歩踏み出してみられると、そこからものすごく世界って広がっていくなっていうことを私自身、とても今年実感することが多かったので、本当に今距離をいろんなところに行ってるんですね。なので、ぜひ皆さんも、何か小さなことでもいいので、自分の夢に向かって、一歩を踏み出していただけると、そこからきっと何かが始まっていくので、チャレンジしてみてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、りがとうございます。今日はですね、インタビュー、うちのね、メンバーの中でも、非常に、うちのね、メンバーさん、結構ベテランの先生多いですよね、うちそうね。ですよね、大体10年とかね、もちろん3、4年ぐらいの方もいらっしゃるんだけど、割と10年から20年の先生たちが多いから、交流とかしてても、そのレベルでの話がされていくから、なかなかね、面白いですよね、聞いててもね。深いお菓子の話とかね、パンも含めて、料理も含めて展開されるので、その中でも、今輝いてやられている徳本さと子さんをね、ご紹介させていただきました。私の方のね、お墨付きというか、本当によくやってくださる方で、生徒さん思いの先生なので、もうぜひね、この機会に、いや、ちょっとレシピ開発一緒にしてほしいよっていう方は、徳本さと子さんにね、ご連絡をしていただければと思います。なので、今募集中のコースは概要欄に書いてありますので、はい。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。はい。じゃ今日はね、長くありがとうございました。はい。じゃりがとうございました。あ活躍を期待してます。ありがとうございました。りがとうございます。